ただいまから政治倫理審査会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、山下良久君および竹谷敏子君が委員を辞任され、その補欠として井上聡君、里見隆二君が選任されました。議員、西田昌司君に対する審査申し立ての件を議題といたします。 本社会規定第16条第1項の規定に基づき、非申立,人申立議員、西田昌司君から弁明を聴取いたします。西田昌司君、はいえー、参議院議員の西田昌司でございます、えー。まずは野村会長、そして幹事並びに委員の皆様方に、えー、こうした機会を設けていただきましたことに、御礼を申し上げます。 改めまして、この度は政治団体、清和政策研究会、清和県の政治資金パーティーにおける政治資金の取り扱いに関しまして、何より国民の皆様に深刻な政治不信を招いたことにつきまして、清和県の幹部ではございませんが、政治不信を招いた国会委員の一人として、国民の皆様方にお詫びを申し上げたいと思っております。そして その説明責任を果たすために、成林審に出席をしてきたわけでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、清和県の幹部でもない私が、そして、幹部額が5年間で411万円の私が、なぜ成林審に出席をしたかということについて申し上げたいと思います。清和県の幹部金問題が、国民の政治不信を招いたことは間違いがありません。 受け取った金額の多い、少ないや、受け取った還付金の対象方法の違いはありますが、最終的に政治資金規正法の不実記載という違反であり、訂正の報告をしている事実は間違いがないところであります。清和権の幹部ではございませんが、その一員であり、国民の皆様方に政治不信を招いた一端は、責任一端はあるということは間違いございません。 よって、この機会を、せっかくの機会をいただいたのでありますから、国民へのお詫びと同時に、国会議員としての説明責任を果たすために出席をさせていただきました。第二に、事務所の完付金についての問題であります。で私の事務所で完付金を受けていた事実関係について説明をさせていただきます。私が完付金ののあることを知ったのは 清和県のパーティーカ還付金問題に関する報道を受け、当事務所の清和県のパーティー県担当をしていた者から聞き取り調査をした結果、私の事務所でも還付金を受領していたことが判明し、そこで初めて還付金の存在を知りました。ここからは、我が事務所の還付金の処理にあたっていた者からの報告となります。金に関して えー、清和県事務局から私に報告がないまま還付金は担当者に現金で渡されていました。もともと派閥の事務局同士の間でこちらの担当者に連絡がありましたが、えー、その担当者は還付金の受け取りを拒否をし、えー、清和県に対して正式に収支報告に乗る形での寄付として処理してほしいということをお願いをいたしました。しかしか結局 政和権側がそれを認めずに、みんながやってるんだから、受け取ってもらわないと困るという話になってしまい、還付金を受け取っていたということであります。まあ、その事実が事務局からも担当者からも、全く私に連絡されていなかった、もしこの時点で私にそういう報告があれば、当然のことながら、安倍さん同様、私もこういう ことはやったらダメだ、ということで抗議をしてその後の問題の展開は違う形になっていたと思っていますが、残念ながらそういう報告がなかったわけであります。担当者は還付金の処理方法を一人で悩みつき、悩み抜きまして、熟慮の考慮のえをした結果ですね、受けた還付金は、翌年以降の清和券のパーティー券のノルマの購入に、 当てようということに決意をしたそうです。そして還付金の額ですが、平成30年から令和4年の5年間で411万円。令和5年の還付金はゼロであります。還付金は次年度以降の政和会パーティー券の支払いに渡すという形でありますから、事実上裏金蓄積とか流用とかということは一切ありません。すべて政和県の派閥側に戻す形で渡していました。 その還付金の残額は令和5年でゼロになっており、還付金は全く残っていません。この還付金の存在は、私も含め、京都事務所で会計責任者である私の秘書らにも全く知らされることがなく、担当者の判断で、清和県から受け取った還付金は清和県に戻すという方針で、六年以降のパーティー券購入費用に充てて処理をしていました。この事実に関しましまては 検察の事情聴取を受けた担当者及び会計責任者の供述でも明らかになっております。えー、さらに検察は担当者の還付金を翌年以降の清和県のパーティー県代に充当していた事実関係に関しましても担当者が令和2年の還付金が126万円と100万円を超える額であったために担当者が高額なのでなくしたら大変だということで 翌年の清和県のパーティー券に充当し、返すものだから、まずは清和県側で預かっていてほしいということで、預かってもらいました。で、その際、清和県から預かり証をもらっており、その預かり証が手元に残っていたために、検察の事情聴取において提出しております。こののの預かり証が、えー、担当者の付金を翌年の清和 のパーーティー購入費用に充てたということを、いう供述を裏付ける、まあ、この証拠として認めてもらっているわけであります。以上のとおり、現在還付金残高はゼロであり、一切の流用や裏金の蓄積は行っていないことには間違いがありません。このことは検事にも理解していただいております。今回の問題は、担当者が独自の判断で行ったことではありますが、 私の監督不行届であったことを痛感しております。議員としての道義的責任を強く感じております。したがって、この事実を知った後直ちに国会の役職である参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長の職を辞することを党に申し出てきたわけであります。国民の皆様方には、深い政治意識を抱かされるような問題が発生したことを、 心,心からお詫びを申し上げます。自民党の信頼回復のため、私自身が制度やルールの見直しにも積極的に取り組むことをお約束いたします。国民の信頼に応えるべく、全力で努めてまいりたいと思っております。次に、還付金の問題についての本質について、私の意見を申し上げさせていただきます。この還付金問題の一番大きな問題は、いわゆる清和権のパーティー権を打って、 そのノルマを超える分を、正式の政治資金の収支報告をしないで、その打った議員に現金で渡していたと、まあ、このことが裏金問題になってくるわけであります。しかし問題はなぜこういうことをしていたのか、誰がそういう指図をしてきたかということであります。そして最大の問題は、そういうことが長年続いてきたとしても、安倍さんが派閥の会長になったとき、 その事実を知って、これをやめるべきだ、すぐやめ,なさ,せやめさせなさいということで、やめることになったということであります。私自身も、この話は、この報道が出るまで全く知らなかったわけでありますが、そのやめるという通知を各議員に知らせたと、こういうことを衆議院の政倫審で話が出ておりました。そして問題はやめるといったら、聖和憲のメンバーの中で何人かの議員が、 還付金をやめないでくれということを話したと、えー、これも政林審の場でそういう証言がありました。では、その後、誰が還付金を受け続けることを決めたのか、うんさ、ここが問題であります。さらに、誰が還付金をやめないでくれと言ったのか、ここを明らかに,明らかにすることが、国民への説明責任だと私は思っております。いずれにいたしましても、還付金は続いてきたわけであります。しかしか 積極的に還付金が欲しいから続けてやってくれと言った議員と、そして積極、安倍さんがやめろと言ったのに、それを積極的に続けていたこの派閥の幹部、これはもう大変な責任重大であると、私は思っております。そもそも政治資金報告というのは、収支をしっかり報告することが義務付けられており、それを過失ではなく、故意に書か,かないというのは、あってはならない話であります。 当然、政治家として、この責任を取ってもらわなければならないと思っております。問題は、私たちのように、何も知らない、自動的な立場である人間と、指導的に還付金をやってくれといった人、また還付金の継続を指した人との間では、全く立場が違うわけであります。責任のあり方も当然、違うわけであります。ところが、この問題が、しっかりと国民の前で説明されていません。報道もされていません。 まあそのことがさまざまな憶測を読んで、問題を大きくしてしまっていると思っております。私はこのことも整理心で、ぜひ皆さん方にお話をさせていただきたいと思っておりました。そしてもう一つ大きな問題があります。それは課税すべきじゃ,じゃないかという意見が出ているということであります。で確かに、国民的、国民感情的には、そういう話になるのは当然であります。特に裏金ということになっていると、それはもう、 完全に個人の所得ではないのかそういう意見が出てくるのは当然のことだと思っていますしかし問題は今回の事件は東京地検特捜部がこの問題を捜査して立憲できる人は立憲したとそしてその立憲内容は多額の完付金を受け取った議員と会計責任者さらにはその完付金の支払いをした派閥の会計責任者に対する政治資金の 収支報告のの記載漏れという容疑なのでありますでこの場合の課税関係はどうなるのかと、まあ、このことについてですね、私は3月12日の参議院の財政経由委員会で、国税庁と検察側にその見解を問いました。でまず、検察に対して、今回の容疑は政治資金の収支報告の記載漏れという答弁が検察側からありました。で検察の立憲内容は 派閥とそれぞれの政治団体との収支が漏れているということなので、その収入の帰属は政治団体であると、そういう認識であります。これが検察側の立件した事実であります。そして、その政治団体の記載漏れについての税法上の取り扱いについて、国税庁に質問をいたしました。その答弁は、まあ、政治団体は人格,な人格なき社団等であるため、個人ではなくて、 法人と同じ取扱いになると、そして法人の前には、例えば建設業や製造業とか、さまざまな業種がありますが、そういう職種には該当しません。政治活動というのは、要するに収益事業ではないため、家税対象にはならないというのが国税庁からの答弁でありました。まあ、このこういう法律の組み立てになっているということも、ぜひ国民の皆さん方にも知っておいていただきたいと思っております。いずれにししましても この私が知らなかったということは事実であっても、ですね結果的にこの修正の提出をしなければならない、そしてまた、未だにこの清和権の問題の本質がですね明らかになっていない、このことに対して、その清和権は事実上解散しているわけでありますけれども、その会員の一人として、改めてお詫びを申し上げますとともに、 今回のこういう弁明の機会を与えていただきました皆さん方に心から御礼申し上げますありがとうございました以上で弁明の聴取は終わりましたこれより質疑を行います質疑のある方は順次ご発言をお願いいたしますはい福岡さんはいえ住民主党の福岡高室ですえ西田議員におかれては あ、成林審に、出席をするというご決断をされたこと、あ、経営を表したいと思います。そして、あの、西田議員はこの成林審から出席の意向確認がある前の段階から、自ら、出席を、するということ、それも、ま、マスコミフルオープンの下で、出席をするということを、ま、公言されてきた、わけであります。で、あの、この決断に至った、あの、思いについては、今先ほどルールお述べになられた、ところでありますが。 まずその政治家の説明責任というものについて、どのようにお考えになるかお答えください西田昌司君、えー。政治資金規正法の、まあ、今回の立憲容疑は、ですね、えー、この収支報告漏れということであります、そしてこれは会計責任者等がです、ねまあ、あの立件されていますけれども、問題は刑事的な責任があったかどうかということではなくてですね、 なぜ、この裏金化をです、ね、状態化したかということなんですよ、で普通でしたら、政治資金収支報告に収入と支出、そして先ほども何か説明がありましたけれども、例えば派閥からお金を寄付とか、パーティー券購入という形もあるじゃないかという話が出てたということですが、そういう形にしておけばです、ね、少なくとも収支の記載漏れということにならなかった、でそれをなぜしなかったのかと。 いうことが私には全く理解できないわけですねで、そのそのことをなぜやってきたのかということをですね私は私自身が派閥の総会でもそのことを幹部の皆さん方に強く説明を求めましたしかし残念ながらその説明がないまま今日に来ているわけでありますまあ、ここをですねやっぱりしっかりとその刑事責任があるかないかということではなくてなぜそういうですね裏金の状態かを し続けたのかとここが一番の問題であり、このことを説明しない限りですり、ね、私は国民の政治不信は免れないと思っております、まあ、そのことを申し上げたくて、ここに来たわけであります福岡高丸君。はい、あの西田議員は還、まあ、付金のシステムということはご存じなかったというふうに先ほどもおっしゃられています、そしてあの、まあ、秘書さんは、まあ、その思い悩まれた末にです、ねまあその、自分でまあ保管をされてたと。 あのし,まあ、しかも、その多額になった場合は、あの派閥に預かり証まであの出してもらって、預かってもらってたというような話をされていらっしゃいました、であのそもそものきっかけとして、あの秘書さんもですね、こういうことは本来記載すべきだということで、派閥の事務局に、まあ 話をしたけれども聞き入れてもらえなかったっていうような話がありました。で実際これ西田議員の秘書だけじゃなくてあの党の聞き取り調査でもこれ本来その収支報告書に載せるべきじゃないかっていうことをかなり複数のま議員関係者の方が 派閥の方に申し入れをされてらっしゃるんです、でそれにもかかわらず、まあ、改められずに来たということ、ここの謎っていうのが、西田議員もおっしゃられているように、すごくこう、まあ、なぜなのかというところが、皆さん、あの疑問に思ってらっしゃるところだというふうに思います。でそもそもなんでこの収支に載せないというその組織的な行為が行われたのか、まあ、西田議員はその幹部ではないので、まあ、その知る由はないかもしれませんが、なんかお感じになられているところがあればお答えください。 西田昌司君、まあ、事実関係はです、ね、私は全く分からないわけでありますが、事実としてです、ね、この状態化されていたと、そして話の,あの先ほどの話も含めて聞いておりますと、違う方法があるじゃないかと、つまり収支に乗せて、かキックバックというか、還付するという方法があるじゃないかという話も出たと言われてましたね。ななななぜそそううししかかかっっったたののととといいはそれをし乗せないことによって 裏金を形状的に行うという選択しているわけですからね、でその意味は、その裏金を必要としている人がいるのかと、そういうニーズがあってなったのかというふうにしか取れないわけですね、で私はそれが一番の大きな問題なんですよ、課税問題とか言われるのも、まさに裏金化を状態が指しているからで、ここはですね私はそれ以上分かりません、分かりませんけど、事実としてそうなっていたということだと思います。 福岡高丸君、えー、確認ですが、きょう午前中も議論になってましたように、その参議院選挙の年は、まあ、その参議院議員においてはノルマがなくて、ですからその分、全額還付されるというようなことになってたということも、議員はご存じなかったということですか西田昌司君、無滑、はいえー、なことですが、全く存じてませんでした福岡隆丸君。はい であの今回あの、調査報告書の中にもです、ね、まあそのまあ、派閥とこう秘書さんとかがやり取りする中で、その当選回数による序列や人事への懸念から、 若手議員が意見しにくい閉鎖的な組織風土が派閥内に生まれてしまっていたのではないかということが書かれています。で、多分同じくですね、まあ、あえて申せば、議員秘書さんたちもあの苦悩された上で、そのように処理されてたということですが、わざわざもう自分の手元じゃ処理式じゃなくて、派閥に預かり書を出してもらうぐらいまでたまってしまって、どうしようかっていうときにですね、やっぱりその議員にもその相談がなく、そういうふうにされたということ、それはやっぱりその、 風土としてです、ね、なかなかこう風通しの悪い風土というのが、その自民党の中にも、派閥の中にも、そして議員の,その事務所の中にもあ,のあったんじゃないかというようなことはあるんだと思います、でその点についてその、やっぱりその風通しの良さというか、組織のあり方とか、そういった点について、お感じになることがあればおっしゃってください西田昌司君、まああの。これはですね、派閥の中で風通しが悪いかどうか、それは私、あんまりそういうことは感じたことはありません。あの派閥にも、えー、意見は ずけずけいう方でありますから、風通し問題はなかったと思いますが、むしろこれは私の事務所の問題だと思います、つまりこれ、私の秘書に、担当者になんでやらなかったのかということをただしたわけですけれども、まずは、えー、その彼が困ったのはです、ね、これを言うと、私が先言ったようにです、ね、これ問題だとして、派閥で取り上げると。でその時に 派閥側からは、みんなにやってもらってるんだから、取ってもらわなくちゃ困るという責任をされてるわけですね、そうすると、私が1人でそういうことをやられると、派閥自身に迷惑をかけたりするんじゃないかと、そうすると、私の派閥における立場が悪くなるんじゃないかと、まあ、そういう機運を勝手にしたわけですね、だからその時点で私に、その本当の彼の本心を正直に言ってくれれば、あのもちろん派閥側には、 抗議しますけれどもね、あのこういう問題にならなかったんでしょうけれども、まあ、そういう気遣いを、まあ、秘書がいらぬ気遣いでありますけれども、してしまったということだと思っています、まあ、それが私の、まあ、事務所のある意味、に風通しが悪かったのか、それとも、まあ、ま,まさに私の監督責任だと思っております。 福岡高丸君、はい、あのい今おっしゃられたことは、その西田議員のところだけじゃなくて、多くのところの事務所でそういう気遣いの下、議員がそれを認識しなかったとっいう実態がありました、でそれはやっぱりその組織的な風土とかです、ね、そういったものにつながっているというふうに思います、でそういうことも含めて、やっぱり今後、改めていかなきゃいけないことだというふうに思いますが、まあ、先ほどおっしゃったことに少し戻ります。えー、安倍元総理がまあその 幹部中止を指示されて、でこれ、一回もう中止しますということで、周知をされたわけですで。これがまだ復活した経緯や、どなたが決断したか、これ、正直今日午前中の質疑でもなかなかわからないままだったわけであります。でこの点について、これまでその派閥の幹部の方々、まあ、いろいろな機会で説明をされていらっしゃいますが、まあ、説明責任を果たされているというふうにお考えかどうかお答えください西田昌司君。全く果たされていないと思いますね。でそれは あの事実ですというか、我々がですねそもそも清和権の一員として、裏金議員という認定でレッテルを貼られてるわけですねで、非常に不名誉なことが正常、えー、言われてるわけですよ、それを晴らすべく私は来たわけですけれども、それは私がここで言うことではなくて、むしろその継続を決めた経緯と、誰がやったのかという、察知したのかという、その事実関係を説明することが 一番なんですよでそれを私は派閥の中でも、まあ、事実上最後の派閥の総会となった時にですね何度もこれを幹部の皆さん方に追及し、まあ、お願いをしました、しかし、誰一人、まともに答える人がいないんですね。で先ほどの,あの世耕さんの,ととあの答弁と言いますが聞いてましたけれども、まあ、私も全く納得できなくて、まあ、確かに世耕さんとしては、ですねそういうことが事実だったと。 いいうことだとだ思いますしかし問題は、私が一番疑問に思うのは、それが事実としてですね、われわれ派閥の一会員でも実態はどうなった、なんだったのかということを聞いているわけですよ、それなら、派閥の幹部は、ですよ当然のことながら、その時知らなかったも、どうだったのかということを調べて、報告する義務があるのは当然だと思っています、まあ、そこがないことがですね私は一番残念なことだと思っています。 福岡貴丸君、はい、あの説明責任を果たすということの意味のについてお話しいただいたと思いますがその意味であの西田議員個人に関わることで、えー、3月8日の京都新聞に西田氏講演会に1800万円移動20年から22年96%超首と不明にという記事が出ていましたこの記事をまあ要約しますとその公開基準の厳しい国会議員関係政治団体から、まあ、その公開基準の緩いその他政治団体に資金を移動して それでその使途が不透明になっているのではないかというような指摘があったということですが、この点についてどうお考えですか西田正二君。全くこれも事実とではありません。と言いますのは、あの私はまあ既にですで、ね、にこのことについて、自分の、えー、youtube などで,です、ね、細かく説明してみますが、もう一度あえて言いますとです、ね、要するに西田正二講演会というところに、まあ、国会議員団体である、えー、この 私の団体から600万円ほど給付されていて、その600万円のお金のほとんどが、ですね、まあ、組織活動費とか、この明細が分からない、それがほとんど分からないという書き方をしますが、事実は、ですねこの中身は何かというと、要するに私、私はまあ京都府下全域を選挙区としてますから、いろんなところに会合に行ったり、時にはそこでですね懇親会もあったり。 まあ、特に会合の場合には、会費を払って参加するのがたくさんあるわけですね、でそれが私が京都にいる場合には、当然私が参加しますが東京に、京都にいない場合、また複数会合があって、全部行けない場合には、代わりに秘書が代理出席します、これは皆さん方、みんなそうだと思います、でそうすると、そのいわゆる会費が、例えば1万円であったとしたらです、ね、毎日1件あるというだけでも360万円になり、 まあ複数回あるのはザラにありますからね、そういうことを考えると、5、600万円ぐらいの、まあ、そういう細かな支出は、ですね形状的に出てきているわけであります。そして、この指摘されたときは、いわゆるコロナの時期でありまして、本来は私の講演会で、例えば農業のビアパーティーとか、そういうことが事業としてあります、そうすると事業の収入があって、その事業の経費とあって、形状的なそういう経費がある。 これはもうコロナ以外の年度ではそういう報告をしているわけですね。ですから、決して中身をわざわざ変えたんじゃなくて、もともと私が振替議員時代からこの後援会活動をしておりましたから、その振替議員の時と同じように、講演会活動を国会議員となってもやっていると、そのお金はこの国会議員団体の方の収入から寄付という形でやっているということです。そして、一番大事なところは、ですね私の政治資金報告を見ていただいたら分かりますが、 全部この4つの団体を合計すると、まあ、あの組織間のです、ね、重複はこれを除いて、純粋に収入金額が約6000万円少々あるわけですね、でそしてその中で、その後援会活動のために600万円ほど渡して、まあ、500万円少々がいわゆる細かい事実がないと言ってますけれども、全体から見たらです、ね、10%もない9、9%以下の。 金額なんですね政治活動のだからそういう事実を、私はですね京都新聞にも、事務所の秘書が説明をしたようでありますが、全くそういうことを書かずに、ですね、まあえー、これは共産党系の表裏一体の京都民法という、えー、この新聞にも載せていただきましたが、そのことでコメントしている 方方とと同じコメントを書いてですすねね一方的に裏非難するのは、ね、私はあの共産党さんのまあ党派のはっきりしているそううい報道はそれはそれであるんでしょうけれども、一般紙がそういう報道をするというのはね、ねとてもこれはありえないし、政治不信、誤解を招くもとだというので、強く抗議をしておりますが、まあ未だに何の感じでもありません、まあ、これが事実であります。 高,高丸君、はいあのまあ、その点については、引き続きあの説明責任を果たしていただきたいと思いますが、最後になります、あの今回、まあ、これを受けて、ルールを厳しくするなりの措置というのは必要でしょうが、まあ、今回、そもそもの問題としては、その今の現存のルールを守られてなかったというところが発端にあるわけであります、そういう意味でいうと、今後、この同様な事件を起こさないために、どういうことが必要だとお考えですか、そのことについてお伺いします西田昌司君。あの制度を厳罰化するという意見も,もちろんありますし、 それは一つの方法かもしれませんしかし、同時に考えなきゃならないのは、ですね我々政治家は自由なこの活動をする、でそのためにですねその活動をしっかり報告すれば、ね、その政治資金の使途は問わない、まあ、そういう法,法律の立て付けになっているわけですよで。それはしっかり報告するということが前提であり、ですねそしてそのことを国会議員なり政治家がですねやっぱりモラルとして、 そういうことをしなきゃならないということを思っておらなきゃダメなんですで、これは刑法に引っかかろうが引っかからないがですよ、結局は最後は私は政治家は国民との信頼関係ですから、えー、この厳罰化することも大事かもしれませんが、むしろそういうことをしない政治家に対する信頼が落ちて、次の選挙に当選できなければ、それで政治家終わりなんですよ、そのことを我々はしっかりね、そこに責任があるということを感じなければならないと思ってますし、だからこそ、 出席をお願いさせていただいたということでありますはいありがとうございましたはい。次に吉川沙織さんえ立憲民主党の吉川沙織でございますどうぞよろしくお願いいたしますえ、去る2月21日政治倫理審査会の本院での員数は15名でございます 政倫審議員5名は参議院政治倫理審査会規定第1条及び第2条の規定に基づき政治資金規正法に反する行為があったことから共に活動する議員の皆様に対し団長の思いで申し立てを行いましたその自由は今西田議員の弁明にもございました通り本来記載すべき収支を政治資金収支報告書に記載していなかったり正確な項目に記載していなかったりしたことが政和県全体で 一定期間継続しし組織的的集団にに行われてままったことにございます政治資金規正法は、第2回国会の昭和23年制定法ですが、戦後の民主化の中で政治事情が混迷を続け、政治的腐敗行為が続出したことから、政治資金の明朗化を図り、政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、法の名称も規制緩和の規制ではなくて、 規制正しくといいう感じになっています政治資金規正法は、制定過程を見ても、法第1条を見ても、入りと出を国民の前に明らかにする公開性に重点を置いていますが、一連の事案はこれを書かなかった、載せなかったということですから、反するものです。 西田議員は3月9日のブログでこのように指摘されています。派閥のパーティーの問題は、その収支の一部を記載しないことを組織的に継続して行ってきたという前代未聞の違法行為です。安倍さんが辞めることを決めたのに、再び行為の継続をした者は罰せられるべきですと。これまでは衆議院も含め、午前中もそうですが、派閥幹部による弁明質疑でございましたが、西田議員は、 弁明を求めることを早くから明言をされ政和県幹部以外で初の弁明と質疑となっていますそこで事実関係から確認を始めさせていただければと思います今般の事案において派閥パーティー券の販売についてはノルマが設定され基本的にノルマ超過分相当額が派閥から議員側に 販付、完了されたと承知していますこれ自体は適法でございますこれを載せなかったということが不記載の政治資金規正法違反に当たりますのでここは明確に分けてお伺いをしていきたいと思いますそこで伺います派閥パーティー券の販売ノルマが派閥から設定されていることを今般の事案発覚前に承知されていましたでしょうか西田昌司君えっとそれも含めてですねあのノルマがあるということは 知っててておりましたたけれどもも一体いいいくらののノルででやっていたのかととうことも含めてですね私自身は、実は派手のパーティーもそうでありますし、まあ、東京で、えー、政治パーティーもしてますが、まあ、京都でもパーティーしてますけれども、実は一切そのパーティーの販売とか、そういうことに関してはタッチをしたことがないんです。でそれはなぜかというと、私自身はですねあの全部お金もなぶらないし、ねその、そしてその報告をしっかり。 させるるためにいわゆる福祉募金つまりこれは収支をですね会計帳簿の仕組みに入れて、その現金、預金の残高と帳簿の残高と全部一致しているわけですね、その中であの、それぞれ担当の人たちがお金を、えー、この知り合いの人からお願いしたり、やってもらうとで、私自身がそういうことでお願いしたいことは、実はただの一人もありません。でそのの中でまああの そういうルールで、要するに透明化してるルールの中でやってますから、お願いをしてきたと。でところが、の私の,その政治資金のパーティーはそうですけれども、派閥のパーティーについてはです、ね、当初はまあ確か40万か50万ぐらいだったんですかね、1年生、2年生ぐらいは。それがだんだん上がってくると、でそしてそれが今、190万円ですか、ぐらいになってきたと。そそういうい中でなで、ね、なかなかそれだけの お金を集めるることとが大変になってくるとでそんな中で、できるだけ多くの皆さん方にお願いをして、な、ま、ん、あ、とかノルマが達成されたと、そしてそのノルマがいわゆる、えー、途中でコロナがあったためにですねばんと半減されたりするわけですね。その結果、本来、還付金はなかったものが還付金が出てきたりすると、まあ、その中で出てきた話だと思います。そういういいことで、まあ、私自身ははノルマについての話は あったことはあの漠然としておりましたけれども、具体的にどういう形だったかということについては関与してなかったということです。<長>はい、吉川沙織さん、はい、あの、ありがとうございます。丁寧にお伺いをしていきますけれども、質問は、あの答弁を短く済む問いにしておるものについては、ご今のはご存知だったか、ご存知でなかったかだけお答えいただけると嬉しかったです。で、先ほど弁明の中で西田議員、こうおっしゃったんです。 担当者は一人で悩み抜き熟考した結果幹部金はまあ、翌年のパーティー券のノルマのために購入に当てたとおっしゃったんですですが今ノルマの存在はご存知だったけれどもその額はよくわからない、うん、ただこれ衆議院のまあ、幹部の皆さんの弁明や質疑、えー、こう拝見してても ノルマの枠はやっぱ若手の時はそれなりに少なくて達成することはなかったしかしまあ立場とか経験年数が上がるにつれてノルマの枠は随分大きくなっていった高くなっていったということもまあおっしゃっておられましたので。 把握されていないということは、これ自体はちょっとその派閥は組織、ある意味組織ですから、組織が設定した目標達成をご存じないということは、なかなか無理があるのではないかと思いますが、ご存じないのでしたら、では、西田議員は前回改選は令和元年改選だったと承知しておりますが、この改選時にノルマの設定の免除があって たかかどううとといこはご存じ、知ってるか知ってないかだけでお答えいただければしい、はい、西田昌司君、それももちろん知りません、はい、会長吉川沙織さん1月21日の地方紙で、今回、申し立てをさせていただいた議員名、お名前は控えますけど、このようなコメントが載っていました、自身が参院,で参院選で再選を目指した22年は、ノルマを免除されたとか。 22年は参院選があったために、ノルマはなかったが、販売実績があり、それにほぼ同じ還付金を受け取った、こういうコメントがありますので、知っている人は確実にいらっしゃる、中で、やっぱりご存じなかったっていうのは、多少無理があるのではないかと思いますが、実は午前中の世耕議員の弁明室において、ノルマについてこんなやり取りがございました。 販売ノルマの相談は受けていないが、この議員はいくらであるというのは、派閥で勝手に決まって、各議員に通知が届いていた旨、答弁があったところですから、ノルマについて設定があったこと、通知は届いていたということですが、これ、額ご存じ、本当になかったんでしょうか、あったかなかったでお答えください西田昌司君ああの。ありません。だから事務的に、派閥の担当者と派閥の間でね、それはあった、それはあったようです。 しかし私自身にはその話はなかったということです。はい、はい、吉川沙織さん。まあ衆議院のやり取りの中で、えー、松野議員の弁明あ、答弁の中で、令和2年と令和3年については、新型コロナ感染拡大の影響等により、パーティー券の売り上げが芳しくないであろうとのことで割り当てが半分になったことによりまして、還付金額が増加したものであるとか、さまざまやり取りございますので、えー、通知は言っているという外形上の事実はございますので、それはもしかしたら、 なさっていたか、秘書さんが聞いて、議員に報告を上げていなかったかということでないと、無理がやっぱりあると思います、そこで先ほど弁明の中であったんですけれども、改めてお伺いします、韓流の仕組みについては、把握、これまで、今回の事案が起こるまでご存じなかったということで、認識ありますでしょうか西田昌司君、はい、先ほど申しましたようにね。 もともとそういうことは報道で初めて知ったということです、それからノルマの件も先ほど言いましたように、秘書には派閥から当然連絡があるわけですよ、でその連絡を受けたノルマを達成しなければならないと、秘書は一生懸命やっていたわけです、ただ、私には具体的にこの今回のノルマはこれだけとか、これがなくなるとか、そういう話はありませんでした吉川沙織さん。 こののの今回の官金の官金自体は適法ですただ、それを収支報告書に載せなかったということが、これは違法なんですけれども、還付金の不記載についてえ、西田議員が知るところとなった時期について、あの教えてください西田昌司君。ですから、これは去年の、えこれ頃ですか、えー、その時に新聞などでそういう話が出てきて、ですねで私もあれあれと、どういうことだというので、市書に聞いたときに。 そういうことが実はということがあったということを聞いて、びっくりしたというのが現実です会長吉川沙織さん西田議員も、今の弁明の中でも、それから私、冒頭引用させていただきました3月9日のブログでも言及ございますが、収支報告書への不記載は違法であるという認識はよろししいでしょうか西田昌二君。はいいそののの通りです会<長>吉川沙織さんこのような事態招いてしまったのも 今日は西田議員は弁明求められて、出席をなさっていただいて、こうやってあのやり取りをさせていただいているわけですが、このようなシステムが観光という名のもとに、清和権というあの組織の中で漫然と続けられて、是正されなかったことも、これ、構造的な問題の一つではないかと考えますが、派閥としてどこに責任があるとお考えでしょうか西田昌司君、はいあの。何度も申し上げてますけれども。 誰が決めて、また誰がまあやめろと言ったらやめ続けたかと、そこに尽きるんですが、問題、もう一つですね、肝心の派閥の会長の安倍さんが亡くなっていると、その前の細田さんも亡くなっていると、その前の町村さん等ですね、いろんな派閥のトップにおられた方が亡くなっておられて、そしてその片方で実務をやっていた事務局や、そして派閥の幹部がいるわけですよねでそこが誰も知らないといとうのはね。 ちょっとと私は納得でできないこいううす吉,吉川沙織さん令和6年2月15日に、まあ、自民党が聞き取り調査に関する報告書というのを出しておられ、そこの18ページには、まあ、本件を是正する動きがあったとする回答が、これは多分おそらくあの安倍さんが、これはやめようとまあ一旦決断をされて。えー まあそれを受けた回答だと思うんですが当時の幹部らが何らかの問題意識を持っていた可能性は払拭できないとこれ明記されています西田議員は例えばですがまあ、今朝もやり取りありました4人の幹部とえ事務局長1人まあ、事務局長がこれやめないでほしいとは言わないと思いますが現金幹部のシステムをやめないことを決めたのは誰かご存知でいらっしゃるのかもしくは まあ西田議員として誰だと想定しているか、もしあればご見解を伺いたいと思いますし、なければ結構でございます西田昌司君、全く分かりませんん吉川沙織さん今、やり取りの中で、2022年の4月、令和4年のまあ4月に、一旦辞める方針が出たとで、それは各議員にお知らせがあったとされていますが、西田議員のところにはその連絡ありましたでしょうか。 はい、西田昌司君、まあ、そういうふうにあの先ほども話があったようですけれども、少なくとも私はそういう記憶がないんです<長>吉川さおりさん。今まで断言調だったんですけれども、今、記憶がないとおっしゃいました、もしかしたら記憶はどこかにあるんでしょうか西田昌司君、まあ。私はないと言っても結構なんですけれどもね、ただ、私がなんでそういう言い方をしたかというとあの、いつも家内にですね。 言われるんですお父さん、本当によく忘れてるから大丈夫と、だから少なくとも私はそういう記憶はありませんし、もっと言うと、その後ですね、いろんな話をしているときも、そういうことについて、ですね話を他の人ともやり取り聞いたことはないんです、私自身。ですから、ないと、断言していいと思います吉,野吉川沙織さん、はいあの。ありがとうございますあの午前中の質疑弁明質疑疑弁明で あの1回やめる、でもお知らせが各議員に行ったとされていますけれども、それがまた復活するかもしれないきっかけとなったのが、8月5日の会合だということですが、この時の答弁の中で、えー、何らか、まあ、ノルマ越えの議員がかなり出ていることに関して、パーティーは5月。 4月に方針が変わるとなると、これはみんな何らかの資金の手当をしてあげないといけない、ですので、各議員のパーティー券を清和券が購入するのを返金をして、収支に出る形で買えそうではないか、そうであれば反対をしないと意見を述べたする気が。 すると答弁がありました私のメモが正しければという前提で申し上げれば、返金をして収支に出る形で返そうではないかとの表現は、従来、収支に出ない形で完付してきたことを前提にした発言、 と思われるこれるこはあの弁明の中ではなくて、弁明はやっぱり事前にあの練った上で、ここでご発言なさると思うんですが、答弁の中であったので、重いなとは私は考えています。ただ、いずれにしましても、これ変わらないことは、先ほどもご答弁いただきましたが、政治資金規正法は、政治団体の会計責任者に対し、団体の政治資金の収支公開の基礎となる収支報告書の提出を義務付けています。でこれを 公開する国民の公開、国民の前に公開するという同法の目的に照らせば、不記載はこの趣旨を勃却しかねない行為です。 特に今般の事案のように、組織的継続的に不記載が行われているケースは、単なる事務的なミスとすることもできませんし、秘書さんが悩みに悩まれたように、まあ、あのただそれは違法行為であると指摘せざるを得ません。そこでで西西田田議議員員ににお伺いします1月31月日にご自身ののサイトで、えー、西田議員の声明と 東京のの政策書さんのこの声明をお出しになっていますでそこに書かれている内容というのが、秘書が還付金の受領、処理を行っていた、清和県から秘書に対し、収支報告書に記載しないよう強い指示があった、秘書は還付金の存在を議員に報告せず、翌年以降の派閥パーティー券の購入費用に充てていた旨が記載されています、それまで西田議員ご存じなかったとしても、事案が発覚して、様々確認確認、あの秘書さんにされたと思います。 還付金の収支報告書への不記載を始めた当初から、秘書さんはこれ、政治資金規正法に違反することを認識して、悩み抜いて処理をされておられたのか、それともそうでなかったのか、いつ違法性をその秘書さんが認識したと、このやり取りの中でお分かりになったことあればお願いします西田昌司君。当然、最初からですね、還付金をあの返却しているわけですから。 でそれをあのみんながやってるから取れと言われて、まあ、取らざるを得なかったと、その時点からおかしいくてやってるなということは感じていたと思いますね吉川沙織さん。あの多分秘書さん、まあ、拒否をして、でその額が大きいときはい、先ほどの弁明の中で明らかになったことですけど、秘書さんがその清和県の事務局に預けていた、でそれをあの証拠として残していたという、こういうこともありましたが、まあ、ただあの、会計責任者とある秘書さんが、 1> 1人でやったで議員は知らないといえば、それは政治資金規正法の第25条の、まあ、2項の方には当たらないことになる可能性があるんですけれども、ただ、その秘書を採用しているのは議員であって、秘書が不記載の違法性について、確実に認識しながら不記載を続けている。ということは、これ、いずれも。 まあ議員本人の道義的責任は免れない、だからこそ、道義的責任があると、さっきもおっしゃったんだと思います。で今回の訂正の中で、不明計上した項目について、訂正された収支報告書の宣誓書の部分にはこう書かれています。 関係書類の保存期間が経過したため、前年からの繰り越し額と前年分収支報告における翌年への間に不明が生じます、当該項目については判明した時点で訂正いたしますとされていますが、関係書類の保存期間が経過しているのに、確認する術目処はあるんでしょうか、この解消時期の見込みがあれば、なければ結構です西田昌司君、はい、会長残念ながらありません。 吉,吉川沙織さんこれ、各議員の訂正している収支報告書の訂正部分を見ると、メドがつけばというか、あれば訂正しますという人と、難しそうだという書きぶりをしている、このそれぞれのまあ議員の,えまあそのキャラクターといいますか、そういうところで書き方が分かれているんですけどこれ、不明の解消時期、残念ながらないということでした。ただ結果とととししてて事事実実収支報告書の訂正という事実は 残念ながら生じてしまっていますが、政治資金規正法第25条で、罰則の対象とされる不記載、虚偽記入をしたという事実は、これは変わりません。訂正したことによって、政治資金規正法に違反する行為を行った事実は消えて、罪に問われ,なく問われることがなくなると、西田議員ご自身は認識あのいかがかあの、お伺いしたいです西田昌司君。 ご存じのように、あの政治資金規正法の,、えー、この会計責任者にその責任を問う仕組みになってるんですね、だからあの私が問われることはないと思います、ただ、問題はそれで済むんじゃなくて、道、え、義、ー、的責任、もちろん監督責任も含めてあるわけです、だからそのことも含めて、その猛省をし、まあ、欧米を皆さん方に申し上げると同時にですね私がこの場でそのことを弁明させてもらいに来たと、こういうことです。会長 吉川沙織さん私、あの年齢は西田議員よりだいぶ下ですけれども、この本院に議席を預かったタイミングは、実は当選、あの初当選の。 参議院選挙は第21回参議院議員通常選挙で、平成19年執行の選挙ですで。当選してから3年後の予算委員会、政権交代、民主党政権になった直後ですけれども、さまざ、あ、ま政治資金をめぐる問題がございまして、私自身は予算委員会の委員の一人として、西田議員は絶望鋭くまあ追及をなさっていたお立場で、こんなやり取りがございました。西田議員修正申告ををしたたら罪が免れるのかかどどうううとということを聞いこ聞んですどうぞ そう言われた総務省選挙部長は、一般論として申し上げますと、罰則の適用につきましては、行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、後日に新たな行為があっても、過去の事実関係は変わらないものでございます。西田議員はこうおっしゃいました。つまりこれは事実と違う申告をしてしまうと、その時点でアウトとなってしまうということですから、今回の行為は、まあ、 第25条の第1項と第2項、さまざま考え方ございますけれども、行為としてあったことは、これは変わりませんので、そこは重く受け止めていただければと思います。還付金の収支報告書への不記載について、秘書が派閥からの指示を受けて、何とかしようとしたけれども、結果として政治資金規正法に反することになってしまっています。 今般の還付金の組織的継続的な不記載は、この法律の目的を没却するものと考えますが、西田議員ご自身の見解をお伺いします西田昌司君。えまず先ほど、私のなんか、だいぶ前の話ですけどね、はい、そのことはた確か外国人献金の話ではな,なかったじゃな,ないですか。あの私が申し上げたのは、その外国人献金の事実は返してもならないという話で申し上げたつもりでいます。それと 今もう、今もう一つ質問されたのはど、もう一度おっしゃっていただけますか。私、引用しましたのは、えー、平成21年11月6日の参議院予算委員会のやり取りで、えー、これはあのー、全然外国人献金の件とは全く別です、さまざま外国人献金の件ではございません。全く別の、あのー 元代表に随分私が初当選した時の元代表の政治資金規正法違反容疑で、これ結果として無実になったやつですけれども、それのやり取りの中でのお話で、私、隕石座っていて、西田議員は税理士でいらっしゃって、政治資金規正法にもお詳しいのに、なんで今回こんなことになってしまったんだろうと。政治資金規正法の第1条は その目的規定に国民の不断の監視のもとに置くとそういうことを定めている結果として秘書は悩み抜いたかもしれないけれども事実行為はあったわけでそれは政治資金規正法の意義を没却させるものではないかとこれについて見解を伺っているんです西田昌司君まああの何度申し上げても事実としてですねあの不実記載になってますからまあ私にあの道義的責任監督責任はあるということは何度も申し上げておりますその上で その上で先ほどそういうお話になったように、私自身は非常に厳しく、民主党時代の政治資金、政治と金の問題を追及しましたと。ということは、同時にですね私自身は自分の事務所においても、西田昌司が追及しても大丈夫なんだろうなと、そういう基準なんですよ、私とこの事務所では。ですから、先ほど言いましたようにの、いわゆる裏金とかならないように、完全に複式募金で、しっかりとその内容も、段高も、 複数の人間が確認し合っているという仕組みなんですだから、その中でこういうことが起きたことにね、大変私自身も衝撃を受けております。で、結果的になぜそうなったかというと、私自身にも会計責任者にも報告がなくて、自分の引き出しの中でなん、まあ、とか管理してやってしまったと、まあ、それが今回の、まあ、一番の私の場合には問題でありまして、まあ、そういうことにさせてしまう環境を私が作ったとすればですね、これは私のお指導だと思っております。 はい吉川沙織さんこの問題、報告書、自民党自身が出された報告書なんかを拝見しますと、場合によっては20年近く、10年以上行われていたことであるとも書かれています、ご自身は、えー、知るところになったのは去年の末だとしても、もしかしたら、そのもう訂正ができない3年よりもっと前で、今回の自民党が発表した5年間よりもっと前。 私たちは、えー、この本院に議席を預かってお互い、17年目の議員でございます。えー、この慣行が20年近く、仮に本当に続いていたとするならば、えー、その時もずっと行われていた可能性があるわけでございます。ですから、本当にこれ、政治不信を招くという意味で、非常に深刻ですし、やっぱり道義的責任を強く感じておられるということではございますが、これはあの、まあ、第1 政治資金規正法第25条の第1項と第2項で、まあ、第1項は会計責任者の責任を厳しく問うので、第25条の第2項は、その政治団体の代表者が、会計責任者の選任および監督その2対と、あと、特に注意を怠ったときって書いてありますので、非常にそのハードルは上がります。ただその 不記載は違法であるということ、それから幹部の責任、それからやはり道義的責任は免れないというところで、ま,あ、またこれからも、この場でもさまざまな皆さん、今日幹部以外でご出席いただいて、この場で弁明と質疑応じていただいたのは、西田議員が初めてでございます。厳しく、あのやっぱり事実関係を明らかにしない限り、再発防止策を講ずることはできませんので、引き続き取り組み行為を与野党問わず、本院としてやっていかなければいけないことですので、しっかりやっていきたいと思います。 よろしくお願いしますありがとうございましたはいそれでは次に里見隆二君公明党の里見隆二でございます国会では最近能登半島地震についての審議の中で地震など被災地の対策支援に与党も野党もないと言われておりますが私には私にとって政治改革につきましても与党も野党もないと考えます 西田議員には、自民党の中にいるからこそ分かる、今の自民党の派閥の政治意識をめぐる実態について、自らのことのみならず、派閥、そして党のこともありのまま率直にお話をいただき、そしてすべての海を出し切って真、真相を明らかにした上で、与野党で政治改革を進められる土俵を作っていきたいと、そのように考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは質問に入ります西田議員の 収支報告書を拝見いたたししました議員が修正したのは、令和2年、3年、4年の3か年分ということでよろしいですね西田昌司君。はいその通りです一方で、えー、自民党の全議員調査の中では、令和2年の以前、令和元年、そして平成30年を含めて5か年分が掲載をされ、そしてその還付額が示されております。 この平成30年、そして令和元年の分も、先ほど来、話がありますように、収支報告のこの報告義務、また保存義務は3年だったとしても、これは事務所の努力として、姿勢として、しっかり30年分、令和元年度分も、元年分も明らかにすべきと、調査すべきと考えますが、いかがでしょうか西田昌司君。まあ残念ながら、法律的にですね3年以前のが、資料が残ってなくて、修正できないという仕組みになっていると。 まあここはご理解いいいたただきたいと思いますそれと、その前の分につきましても、ですねそれ以降、前からあったかもしれないんですが、現実にはその金額は、先ほど言いましたように、ノルマのもし、超過分があった場合に、そのまま残して、その次の翌年度以降残していると、その残高が最終的にその修正をした時の年度のですねあの残高として増えているわけでありますから、まあ、全体としては、 私はあの修正の手続きができていると思っております里見隆二君。これはまだですね、実はこの令和2年、3年、4年、私も拝見しましたが、まだこれ、実は完成されてないと、完璧にはなってないということであります。これ、最終のページに宣誓書というのがございます。ここに通常にはない、普通ではありえない表記がありまして、関係書類の保存期間が経過したため、 前年からの繰り越し額を前年分収支額における翌年への間に不明が生じます。当該不明については判明した時点で訂正いたしますとございます。従、まあ、って、判明した時点で訂正するということは、まだこの作業が完成されてないということなんですね。もうあとはもうこれで終わりですというようなお話ぶりでございますけれども、それは決して違うということを申し上げておきたいと思います。まあ、その意味では、しっかりとこの令和元年、そしてさらには、 平成の第2もしっかり遡って、調査としては事務所でされるそのように考えますが、いかがでしょうか西田昌司君。あの何度も言いますが、まず訂正手続きがあの制度上できないことになってしまっているということです、それから現実として、ですねそれ以前の分について,ましては、資料が分からないので、いくら行っていくら戻ってきたかという話はね、私自身はちょっと不可能だと思います。ただととして自立としてて この今まで出てきた資料で、要するに、今現在は還付金はゼロになってますから、その渡した分、戻した分、渡した分、戻した分という逆算で、これだけの還付金の残高があったはずだというのが明らかになって、それが訂正になっているということです里見龍二君。これ、先生書にはですね、また今後、不明な点について判明した時点で訂正しますこれ結局繰り越し繰り越越でその残高が 継承されていきますんでね結局、令和元年度以前の分が分からないと、正確な額の記載ができないわけなんです。まあ、その意味でもしこれ、誓ってですね、宣誓書というぐらいですから、誓って判明した時点で訂正しますとおっしゃっているわけですから、しっかりと遡って調べるということはするべきだということをこの点明記、明記しておきたいと思います。また先ほど、令和2年の126万円の還付、これについては預かり証が残っていると。 いうことでありましたこれは毎年行われていたんでしょうか西田昌司君先ほど申し上げましたように、あの普通のときは数十万円の程度だったと思いますが、その年度だけ特に100万円を超える大きな金額だったので、不安に思った秘書が派閥の方に預けたと、こういうことで佐藤<上>見隆二君。 持った、そのような、その、その点よろしいですか。西田昌司君。はい、そういうことです。社民劉二君。そうしますと、私はこれ全部調べましたが。その前年、令和元年は。百四十二万円の幹部。百二十六万以上になります。つまり、この令和元年は。まさに。参議院の。選挙の改選の年。西田議員もこの年に。改選をされたわけであります。二十六万円以上ということは。 これは当然に預かり証拠も残っていると、そのように理解してよろしいでしょうか西田昌司君。その件につきまして、私も秘書に正しました、でまさに選挙の時期で、えーま、あの確かこれ、5月か6月ぐらいだったと思うんですけれどもね、そうすると、えー、その派閥に預けに行くとかいう以前に、もう京都に来て、えー、選挙の設定をしなきゃならないということで、そのまま、それはもう選挙事務の方が大変ですので、そのときはそのまま、あの 引き出しの中に保管をしたということは、それはまだ保管され残っているということですね。西田昌司君あのだから、何度も申し上げておみますように、翌年し以降の,あの派閥のノルマ達成のためのパーティー券代購入として使っていると、で最終的にすべてそれは派閥のノルマ達成のための費用として使ってますので、ゼロですと、今、残高はありませんと、こういうことです。 令和2年は選挙があって、令和元年は選挙があって大変だったと、これ、我々議員はみんな同じなんです、その中で毎年、丁寧に一つ一つ丁寧にチェックをし、領収書をつけ、そして提出をしているわけです、選挙があったから忙しかったということは言い訳にならないと思います、しかも令和2年は、これはこの3か年、2年、3年、4年のこの3か年の中に入ってますので、この中でしっかりと調査をするべき。 また、令和元年以前もきちんと事務所の中で点検をすべきである、それこそ、それがあってこそ、宣誓書で判明した時点で訂正しますということをしっかり裏打ちするものとなるということを指摘をしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、私、西田議員は大変、このインターネット、西田昭治ビデオレター、大変な視聴数のようでございます。私も今回の審議にあたって拝見してまいりました。 2月19日の朝のちょうどあの京都市長選の翌日のビデオでございました、その中で、西田議員、今日も同様な趣旨のことをおっしゃっていますが、一部の派閥の幹部は知っていたようだけれども、我々は知らなかったと、この幹部金についてですね、つまり自らはこの扱いについては聞いてなかったけれども、幹部は知っていたんだということを断言されています。ここのの断言ををされててていいるる歴代幹部どなた,どなたのことを指しししおっしゃっゃんでしょうか 西田昌司君ですから、具体的には私自身はです、ね、派閥の幹部から説明も受けていませんから、誰だということを私が言えないんですけれども、すべて報道で、例えば先ほどありましたように、4人の方の名前が出たりしましたね、だからその方々が安倍さんが亡くなった後集まって、ね、協議をしたということですから、それは知ってるという方に私は当然解釈しております。 里見隆二君今、幹部の名前は申し上げられませんということですが、新聞に出てるなら、その新聞に出ている方をおっしゃっていただければと思います西田昌司君新聞に出てる方は、新聞に出てる方で、えー、先ほどの世耕さん、それから西村康俊さんですか、それから、えー、誰でしたね、塩谷さん、それからもう一人は、えー、誰だったのかな。 下村さんですから、まあ、その方の名前が出てるんで、まあ、その方々はキーマンだろうとは思っております里見隆二君。あの西田議員は、こうした歴代の派閥の幹部、しっかり責任を取るべきだという趣旨のことをおっしゃっておられますが、具体的にどのような責任を取ればよろしいとお考えでしょうか西田昌二君。まずは何度も言ってますけれども、なぜこの継続が、還付金の継続がまあ不法な継続ですね、な続いたのかと。 その説明責任をまず果たすことですよねところが、先ほどの午前中の答弁でも、要するに知らなかったという話になってますからね、だからそこはみんな納得できないことじゃないですか、我々も教えてほしいんですよ、なんで我々がこういう事態に巻き込まれることになったのかと、これはしっかりあの派閥の幹部が教えるあの話すべきだと思っています。その上で その上で、自らどういう責任を取り方するのかということを示されるべきだと思います里見隆二君西田君は午前中の世耕議員のご説明、お聞きになりましたか西田昌司君。もちろん聞いておりました。里見隆二君先ほどおっしゃった幹部の責任、説明責任、そして道義的責任、そして政治的責任、これがしっかり果たされているとお感じになったでしょうか。 西田昌司君とてもそうは思えません里見隆二君ぜひそのことを党内でそして派閥でしっかりと訴えいただきたいと思います今週末には自由民主党の党大会全国大会が予定をされていると伺っております世の中はそこで何らかの処分があるのかどんな処分なのかまあそのことを注目しております西田議員は今日は率直に党の幹部また派閥の問題点 課題ととといいうことを明らかにされまました私は大変真摯な態度だと思います、まあ、その上で、それは行動によって裏打ちをされる、これからしっかりと幹部、そして党、派閥、まあ、派閥はありませんけれども、その改革に向けて、党内からもしっかり動いていただきたい、そのように思います。最後に、やはりそうは言っても、これは幹部だけの責任ではありませんね。先ほど来、これは秘書が聞いていた、秘書しか知らない、とは言っても監督責任はあります。 その意味で私たち公明党はすでに政治改革ビジョンでこの連座制それに連なる確認書しっかりと政治資金報告書を提出するときには議員がこの確認をしたという書面をしっかりと署名をするそのことを提案をしております西田議員もこの議員の責任をしっかりと担保するという意味でこうした提案しっかりと受け止めいただきそして西田議員なりのお考えがもしあれば この場でこの連座性、もしくは連帯する責任という点において、ここでご発言をいただければと思います西田昌次君。はい、あの先ほどから申し上げておりますようにね、まず私は党内においても、派閥の、まあ、派閥は事実上解体されてますが、最後の総会においても、そのことを、今、先生がおっしゃったことを厳しく、厳しく指摘し、追及をし、それが果たされてないから、 この場に出てきてそのことを話させていただいているというこのことをぜひご理解くださいそれから連打政党の話はですねこれこそまさに議員立法ですからねそれぞれの、えー、この会派の方々があの議員活動が犠牲にならないようにということも担保しながら何がいいのかということは議論していただいたら結構だと思いますしかしその前に何度も言いますがこの当事者だった方々が説明しない限りですね話が前に進まないということです委員長 はいあの申し合わせの時間が参りましたので質疑をおまとめくださいあの大変率直にお話をいただきました今日の説明責任のみならず道義責任そして政治責任をしっかりと果たしていただきたいそのことを申し上げ質疑を終わりますありがとうございましたはいありがとうございました次がは,はいおときたしゅんくんはい 日本維新の会、教育無償化を実現する会の時田駿です。西田議員は早期からこの政治倫理審査会について、機会を与えられるのであれば、当然出るべきだ、説明するのは当然だと積極的な姿勢を述べておられました、その姿勢には心から敬意を表したいと思います。しかし、結果として現在、出席意向を表明したのは、たったの3名にとどまります。これ、外から見れば、党が、あるいは会派が出席者をコントロールしたようにも思いますが、 党やあるいは国体、あるいは派閥の元幹部等から出席を止めるような働きかけ、こうしたものはあったのでしょうか、伺います西田昌司君。そういうことは全くありません。 俊君はい、では皆さん、自分の意思でこの選択をされているということでありますが、であればです、ね、今、この元派閥、まあ、安倍派と呼ばれることに対して、怒りを表明している方もいらっしゃいます、安倍元総理がキックバックをやめるべきだと言ったにもかかわらず、その決断がいつの間にか覆されて、今回のような不祥事が起きている、このことに、まあ、皆さん、怒りを覚えている方もいらっしゃると思うんです、にもかかわらずです、ね、説明を果たさずです、ね、弁明の機会がせっかく与えられているにもかわらず、雲隠れをして出てこない派閥の幹部や、 他の議員たちに対して、率直にどのように感じていらっしゃいますか。西田昌司君。まあ、大変残念に思っております。本木多俊君。はい、ええー、であればですね、あのもっとこの党の。 中,中で声を上げていただいて、そして今、まだ幹部と呼ばれる方でも出席されていない方がいらっしゃいます、金額が大きい、まあ、金額が高ではないと思いますけれども、個別の事情がわからない方もいらっしゃいます、そうした方々に対しては、出席、これから我々も倫理審査会として、今後まだアクションを続けていきます、西田議員からも声を上げていただける,いただけるということで、よろししいでしょうか西田昌二、はい、君。はい え先ほどブログとかいろいろ紹介してますいただいてますけれども私はあらゆる機会を通じてそういうことを申し上げるつもりしているつもりであります。 ぜひ党大会など公式な場でもあのアクションをしていただくようにお願いいたします。さて、西田議員は3月8日のこの youtube で、映像の方で、不記載不正行為について、派閥の幹部だった皆さん方は知っていたというふうに発言をされています、まあ、先ほどの委員からもありましたが、どのようにして幹部が知っていたと西田さんは判断をされたのか、幹部の誰がいつ、どのような形で認識したと西田議員ご自身は受け止めているのか、これをもう少し具体的に教えていただけますか西田昌二君。 あの私もそのことを一番知りたいんですが、説明がないですから、推測でいきますと、少なくとも安倍さんが亡くなった後ですね、先ほどの4名と事務局長が入って、ですね安倍さんがやめろと言ったことをどうするかという話があったというふうにされてますが、当然、その時は当然、その知っていたということになるはずですよね。 午前の審査では、世耕議員はキックバックの具体的な仕組みや、復活した経緯について何も知らないと述べておりました、これは嘘をついていると思いますか西田章二君。はい。嘘かどうか分かりません、私が。ただですね、何度も言ってますが、私が一番疑問に思っているのは、あの世耕先生は世耕先生で、正直にそのことをお話しになったと思いますよ。たただ問題はそ,そうであったとしてもです、ね、じゃあ なぜなったそうなったのか、ということをね。我々、一会員が知りたいと言っているわけですで。その中の一番近いところにおられる方々は、当然、そのことをですね。調べて、我々に報告する。その責任があると思っております。 おときさしゅん君、はいまあ、幹部は知っていたと思っていると、ただ嘘はついてないと思うと、まあ、このあたりもやや私は矛盾があるように思います、そしてまあこの幹部の方がね、あの世耕議員をはじめとするその出席者の方々が、皆さん、正直に話しているというのであれば、では誰がこれ、意思決定されていると、あの一派閥のメンバーだった西田さんから、西田議員からは思われるんでしょうか西田昌二君。ちょっとあの私の答弁に対する誤解があるようですねもう一度はっきり言いますがね。 世耕先生が真実を言っていたかどうか、先生がそういったおっしゃってるんですから、真実だったんだろうという前提でお話をしてるんです。でしかし、そうだとしてですね、先生が話したことがそう真だとして、だったら、なぜ自分はですね派閥の幹部だったんですから、そのことをしたときに、なぜこれをその継続することになったのかということをね、当然疑問に、我々だって疑問に思ってるわけですから。だからそのの派閥の幹部が 疑問に思ったら、当然、何らかのですね調べをしたりするはずですが、そのことに対するお話がなかったので、非常に私は疑問に思っているわけです。で、そういう意味ですから、私の言っている話は、そこをちゃんとはしっかりご理解をいただいて、ご質問していただきたいと思います。 ガイド演説等々見させていただいてますけど、まあ、いやいや少しちょっとトーンが、まあ、私は異なる受け止めをされて,しておりましたが、まあ、ちょっと次に進みたいと思います。では、同じくですね、まあ、3月8日の動画で、清、まあ、和犬のように収入と出を抜いてしまうのは脱税そのものと、まあ、かなり強い口調で発言を断定されておりますが、脱税だと断定できる根拠、西田議員なりの根拠をご説明いただきたいと思います西田昌二君。はい えっとですね、それもこういう意味なんですね、私、税理士という仕事をしてますね、でそうすると、収入と支出ををごまかしてしまうと、こういう人が、まあ、この頃はほとんどおられないと思いますけどね、まあまあ、そういうの昔あったとで、そういうのは絶対ダメだと、ね、まさにそれ、脱税であるということなんですよね、それと同じように、要するに収入と支出を抜いて、この記載をしてるわけですね、政治資金の報告の、それはまさに脱税と同じ行為だと、こういう意味です。 税がかかるかどうかじゃなくて、同じように衆院と支出をまるまる抜いてしまうのは、脱税と同じ行為だと、こういうことです君、はいまあ、やってはならない行為だということの意味を込めての、ね、ご発言だと思います。 そはまあ令和4年4月に安倍元首相の号令でキックバックをやめることが決定されて、まあ、それを手分けをして所属議員に通知したことを衆議院の方では、西村議員などが証言をされています。で自民党の調査の報告書でも、かなりの数の議員がこの決定を知っていたことが推察をされますが、民主者議員は全く聞かされていないと、まあ、知らないというふうにお述べになっていると、これは不自然だと思いますが、まあ、派閥の仲間からそういった情報が共有されたりとか、そういったことは一切なかったんでしょうか西田昌司君。これも先ほど述べましたがね。 そのことを事務局として派閥と担当の秘書との間のそのやり取りはあったようでありますただ私本人はですね本人にはそのことの話がなかったということです まあお金に関わることというのは、かなり最重要な項目の一つだと思うんです、特に選挙の年には、ノルマがまあなくなって、還付額も大きくなっていたと、まあ、こうした情報があれば、ですね当然、選挙を共に戦う仲間として、情報は共有されると、そして秘書の方は現金でお金を受け取っているわけですから、まあ、こうしたことにですねあまりにも無頓着すぎるような嫌いがあると思うんですが、その点はどのように受け止めていらっしゃいますか、西田昌司君。まさに今おっしゃった通り、無頓着なんです。私自身、先ほど言いましたように、この件に関しましてはですね、 パーティーも含め、全くあの携わっていないんで、無頓着で言われたらその通りです、だからそれを裏返していると、迂闊であったと思っていますときした駿君、はいまああの。ご自身の性質、キャラクターでもあるんだと思いますが、こうした大事なことが共有されない組織があるということは、ちょっとにわかには信じられない思いであります。 では派閥のメンバーであった西田議員から見て、事務総長とはどんな役割を持っている存在でしょうか、まあ、会計に責任を持っていないと、お金の使い方を決めていないと証言している事務総長経験者もいらっしゃいますけれども、えこうしたことは事実なのか、あの西田議員の立場から見てご説明ください、はい、西田昌二君。まさにそれも含めて、です、ね、私はあのいわゆる清和権に入ってますけれどもね、派閥の仕事には全く関わってないし、全くその役主もついてないし。 そしてまた、もっと言えば、派閥を通じて、ですねいわゆるポストですよね、何か、部会長になるとか、それぞれ委員長になるとか、さらには政務の役職継ぐとか、こういうことを一切要求も要望もしたことないんです、むしろそれにつくことを拒否してきたんです、私はですから、ほとんど委員長も何もやっていません、さらには、いわゆる部会長ももちろん拒否しています。 そして政務の三役も全部やらないと言ってやってます、ですからそういう意味で、全く無頓着なんですよ、それは、これ、事実としてそうなんです、だから、派閥のことに対しても全く興味がないということです、ただ、安倍さんと私は同じところの,この、このいわゆる政治的な志があったと思ってましたから、安倍さんがおられる間、ですね一生懸命支える立場でいましたが、亡くなった後も安倍派というのを語ってですね、 安倍,安倍さんの遺言を聞かなかったということに対して、非常に著しい、私は憤りを感じています君、はい、では、西田議員が頓着がありそうな税について伺いたいと思います。還付金について、それが脱税、つまり個人の所得になるのか、政治資金になるのかは、個々の議員によって事情が異なるという旨を西田議員は動画等々で発言されています、その考えにお変わりはないでしょうか西田昌司君、はい、その通りです。 太木田ん君、はいまあ、西田議員はご自身は官府金について預かり証があってまあ、政治資金であることを示す記録があるということです一方で他の議員の中には官府金を受け取りながらそれが政治資金であることを証明する預かり証などの記録を持ってない方もいらっしゃりそうですそうした議員については官府金が政治資金なのか個人の所得なのかが曖昧なままになっているそういう認識であってますか西田昌司君これはそれぞれの状況によってね課税環境というのは 変わってきますすこれは当然ですただた、それが事実ですけれども、ただ、大きな大前提として、ですね今回の一件された、立件したのは検察ですから、検察がどういう認定したかということが、一つの大きなも物差しになるわけですね、その時にやってるのが、個人の収入じゃなくて、政治団体同士の収支のやり取りの記載漏れだと、そしてそれはで政治団体の帰属するものだと、こういうことを、 先般私の質問に対して、法務省は答えてるんですね、そしてその場合における課税関係はどうなるのかと、これも国税に聞いてるわけですよ、そしたらその場合は、これはその法人ということになりますから、法人税で収益需要じゃないので、この課税されないと、この旨の,あの答弁が国税からされた、私が言えるのはそれだけです。 おときたんいや、それだけということなんですが、では裏を返せば還付金はやはりこの政治資金であると証明できない、説明できない議員については、これは一律に個人の所得として扱って、まあすまで確定申告期限ですから、やはり確定申告と納税を行うべきだと、そういう声も上げていくべきだと思いますが、こちら、いかがでしょうか西田昌司君。そのことについてましては、私も自分の弁明で申し上げているようにね、そういう意見があるのは当然だと思います。ただ、法律の立てつけが今言ったような形になっていると。 でそれを覆す、何か新しい事実が出てきたら、音喜多委員がおっしゃってるようなこともね、ありえるかもしれませんけれども、私が知っている事実関係では、そこまでのことしか述べられないと、こういうことです音喜多俊君、はいまあ。おっしゃるとおりは、その限界は個人ではありますから、だからこそ税務調査、こうした必要であると、まあ、いうこともです、ね、ぜひ与党の議員として声を上げていただきたいと思います、おそらく最後になると思いますが、西田議員は国会内の役職を辞任をされました。 一方で、キックバックの違法性をおそらく知りながら続けていたであろう、そして再開しただろう、派閥の幹部たちの罪は、ご自身と比較にならないほど重いと考えますが、離党や除名などの処分を望みますか。西田昌司君まあそれも含めですね、それも含め、まずは、まずはその関わった方が正しくこの事実関係を報告し、その上で自ら責任の重さを考えて、新書自体はあの考えるべきだと、そういうことだと思いますね。 はいはいあの時間になりました。おな残念ながらまだまだ明らかになっていることたくさんあると思います。西田議員もぜひこ内側から声を上げ続けていただきたいと思います。終わります。えー、次に船山康正さん。はい国民民主党の船山康正でございます、えー。今日西田議員がですね政治家として説明責任を果たしたいということ、そしてそれは。 刑事的に白とか黒ではなくて、やはりこの道義的にきちっと説明したいと、まあ、そういう思いでこの場に来られたことに関しましては、本当に心から、えー、敬意を表したいと思います。えー、まずですね、2022年4月に、えー、安倍総理からノルマ通りパーケンは集めようと、還、え、付、ー、はやめようという提案があったということ、これは午前中の世耕議員からのお説明でもありました。 まあこれはノルマ通りにする、幹部やめるというのは、今までとは大きな方針転換ですから、おそらく何らかの形で各議員に説明があった、伝達があったと思いますけれども、改めて西田議員、もしくはその秘書さんに、そういった説明、伝達があったのかどうか教えてください西田昌二君あの、ですから。 秘書の方にはですねあ、ま、あの担当者として派閥から連絡があったんだろうと思いますが、私自身にはそういう報告はなかったということです船山康恵さふうにもともとご存じなかったということは、今聞きましたけれども、でも少なくともこの問題が発覚して、まあ、その後は多分秘書さんともいろいろ実はどうだったんだということをやり取りしてると思います、その中で秘書には4月、この仕組みをなくすという連絡があったということは確認してますか。 西田二君、はいあの、確認しました船山康江さん。はいえ4月には一旦やめようという方針が決まり、そのことが秘書に伝達があった、そしてそのわずか4か月後、8月にはもう一度復活と、どうも今日午前中の話では、こう誰が決めたのか、誰の提案なのかということが全く見えなかった、これは私は大変残念だと思いますけれども、まあ、経緯はともかくまた復活した。この いわゆるキックバック、カンプが復活したということも、改めて議員、もしくは秘書に何か伝説があったんでしょうか西田昌司君。ですからあの、私には全く連絡ありません。派閥側の事務的な連絡で、あの,あの場合には担当の秘書にあったと思います船山康恵さん。あの改めて秘書にには、えー、その事務的に、まあな やめましたから、またやりますということに大きく変わったわけですから、その伝達はあったということは確認されてますか。私自身は ま,まず私には全くその事実は知らなかったということで、あの事務的に秘書の方にはです、ね、当然そういうことがあったんだったら、連絡してるはずだと思います、派閥の方から。船山康恵さん。はいいありがとうございますあのお手元に、西、えー、田議員の冒頭の弁明の中で、かなりダブるとこがありましたけれども、えー、この東京事務所の公設秘書さんが出した、えー、報告。 の,あの印刷プリントアウトしたもの、これ、ホームページから拾わせていただきました、それをお配りいたしました。この配布資料ではです、ねえー、西田議員の政策秘書は、えー、このいわゆる還付金ですね、これ、真ん中の下線あたりです。えー、翌年のパーティー券購入費用に充て処理、えー、毎年順々に購入費用に充てて、まあ、一番下。令和5年度で還付金残額はゼロとしております。この仕組みを作った、 始め、式はいつなんでしょうかいつ、いつからこういった処理をしてたんでしょうか西田昌司君。それもあの詳しくは分からないんですけれどもね、還付金がありだして、その時期も聞きましたけれども、えー、10年ほど前なんでしょうか、えー、ただし、その時はノルマの金額も、売ってる金額も少ないですから、大きな金額ではなかったと聞いてますけれども、それぐらいいだと思います船山康江さん。 はいあのーまあ、ノルマ、多分この仕組みというのはまあノ、ノルマを超えた分が還付される、それが表ではなくて裏,と裏で記載するなと言われてきた、それをおここに、この中で管理してたということなんですけれども、そのおいつからお金が入ったのかという式は分からないんでしょうか西田昌司君あの。私自身は分かりませんし、秘書にたらしましたけれども、明確な年限、いつだったかということはあの分からないということです。 ただ何年か、10年ぐらい前じゃないかなという感じでしたね船山康江さん。はい、あの最後のところ、残額ゼロと断定しているわけなんですけれども、残額ゼロと断定できるということは、何か詳細な記録が残っているはずなんですね。いいわゆるこのの裏金関流の式が特定されないそしてまあ 翌年のを買ってたっていうんですけれども、でもそのときもまたオーバーした分は還流されてるわけですから、ここが分からないと残額ゼロも分からないと思うんですけれども、残額ゼロと特定できた、その背景はどこなんでしょう。西田昌司君まずあのメモ書きで秘書がでがすね いくらあって、いくら次入れたというのを書いているわけです、で大きな金額は先ほど言ったように、直接派閥に持って行って、預かり書ももらっているということです、そして現実問題、その事実が発覚しましたからね、どこでどういう保管してたんだという話を私、聞きまして、こういう形で引き出しに入れてましたけれども、今は全部、パーティー券購入にその分、使いましたからありませんと、まあ、そういう話で、そこを確認したということです船山康恵さん。 あのなんか証拠のですね。なんかこう記録がなければ、まあ、秘書さんは全額パー券に当ててましたって言いますけども、どう使ったかわからないんですよね。そこを何かこう記録がを出していただきたいんですけど、いかがでしょう？はい、西田昌司君、あのそれは秘書は独断で、そういう話は当然できません。あの、検察の取り締まがあり、清和県の取り調べがありですね。その証言によって清、平和政和権との帳簿の精査を。 検察側がして、そしてそのことを認めて、そういう申告をしろと、まあ、そういう話になっているというふうに聞いてます舟山康江さん。はいちょっとそこは違和感があるんですけれども、あの一番上の下線部ですね、ここに、清和県から記載しないように強い指示と書いてあります、これは具体的に清和県の誰から指示を受けたと聞いてますか。西田 はい、西田昌司君、はい、あのすいませんの、えー、事務局長ですか事務方の、えー、責任者からそういう指示を受けたということです船山康恵さん議員からは特になかったということでよろしいんでしょうか西田昌司君全くそれはありません船山康恵さんはい、記載するなと言われてももうこれ税理士の西田議員に言うのも釈迦に説法ですけれどもまあ、政治資金であれば記載は義務なわけですね そういう中で政策秘書の1人悩み、考慮したというこの文書におけるまあ信条討論というのは、もう違法性を十分認識していた証だと思います。であれば、なぜ翌年以降も違法な不記載を強いられるそのリスクを承知しながら、ノルマギリギリであれば、官府がもうないわけですから、そうせずに、 えー、ノルマを超える販売を続けていたのか、全く分からないんですね、1人悩み考慮するぐらいだったら、還付金の受け取りを拒否して、翌年からノルマ分のだけを販売すればよかったんじゃないかと思いますけれども、はい。西田昌司君。まさに私も同じことを秘書に聞きました、でそうすると、えー、彼が私に言ったのは、ですね毎年、このいわゆるノルマが上がってくると、でたまたま、この,あのいわゆるコロナの間はですね、 その亡くなったり、半減されたりして、減ってきたけど、もう一度また戻ってくると、そして私も奇数が上がるたびにです、ね、当然また増えてくるわけですね、でそうすると、その分の、えー、時のノルマ達成というのは、もうかなり困難になると。でそれででありますからできるだけ そのいわゆるノルマ分だけじゃなくて、またノルマ分買ってもらえるかどうか分かりませんからね、いろんな方にお願いして、買っていただいた分で還付金が出たら、次のノルマ達成のために残しておこうと、まあ、そういうことに発してしまったと、まあ、そういうふういふに言っております船山康恵さん。はい まああの西田議員はノル,ノルマは分からなかったと言ってましたけれども、まあ、上がっていくこと自体だけは分かってたんでしょうかね、ちょっとまあその辺また後あとでまとめてお答えいただきたいと思いますけれども、ちょっと,、えっと今回の秀才で,です、ね、資金管理団体、これ、一流会っていうんですか、一粒会、一流会から、清和県へのパーティー会費として追加計上をしました、えー、そのまあ正式にもらって、その分、パーティー収入として追加計上してます。 まあ、清和券から受け取った還付金は清和券に戻す、これ、この紙にも書いてありますけれども、まあ、そういう方針だというと、まあ、聞こえが一見いいんですけれども、実態は、裏金を記載せずに受け取って、そのお金をパーティー券購入代として、清和券に戻した際に、まあ、清和券も収入として記載せずに受け取ってるわけですね。要は、裏金来て、また裏金戻してるということなんで、これはあのー、まさに記載のない裏金、 こちらの裏金から、また清和券の裏金に形を変えただけなわけですよ、そうしたときに、多分清和券も書かない、普通、パー券のノルマ内だったら、収入として清和券には計上してますからね、それも載せなかったということは、多分秘書さんと清和券とで、ある意味話をして、これはお互いに載せないようにしようということを裏で調整したんじゃないかと思うんですね。そうなるとこれ 起訴された事務局長とある種、共犯でそういったやり取りをしてしまったということになら,な,らないんでしょうか西田昌司君。それはちょっと全然違うと思いますね。まず、清和県側の事務局の方から受け取りを強要されたわけですよ。でそれで仕方ないですから、預かって、そしてまたそれを翌年に回していたで、それが事実上の裏金じゃないかといえば、その通りです、不記載にあってますからね。 ただ、私が申し上げているのは、そ,のそれも全額、結果的にはもうすでに派閥側に返,返していると、ですから、その部分を自分であのどこかに貯めておったり、何かに使ったりという事実は全くないということです。で、それはそ、そして向こうの派閥の方はですね、どういう,どう,いう処理をしていたか知りませんけれども、要はそういうことの事実関係を秘書が検察官に説明をし、そしてそのことを検察官が、 罰の方ももちろん調べてるわけですからね、それに調べ、そして先ほど言ったる預かり証も含め、そういう証拠と調べて、ばかりましたと、そういう訂正の,の修正をしなさいと、まあ、こういう指示を受けたと、こういうことです船<長>、はい、山康江さん、はいあの。当初は、お互いにもらう、これ、まあ、違法ですよ、記載しなきゃいけないわけですが記載せずに受け取った、本当は嫌だったけど、受け取ってしまったそれをこうまた。 まあ要は返したわけですよね、それは両方記載しなかった、返したとき、返したとき、派閥が受け取った際も記載しなかったわけですから、ここはやっぱり記載しないでねということを、岸書さんから派閥の事務局の方とこうと、同じ心を通じ合わせて、調整しなければそのような処理にならないと思うんですね、そういう意味でやっぱりこれはあの西田事務所側もやっぱりちょっと問題だったんじゃないかと思うんです。 はい、西田昌司君それはちょっとあの理解が違うと思うんですね、何度も言ってますけれども、我が法は受け取りをしないで、そのまま表でやってくれということをやったけれども、無理やりまあまあ取らされたとで、その時点でだから、不記載の事実があったことはそのとおりなんです、でその後あのお金を翌年とに返している、これも事実です、そして、それをですね、その事実が検察側に話をして、じゃあ、 修正をしなさいということで、修正をしているという話で、何か共謀してやってるんじゃなくて、我々の方は派閥側の事務的担当者から言われたことに従わざるを得なくなったと、問題はそのことを、ですね私が知っておれば絶対させなかったと、それを私の方に連絡をさせない、しなかった秘書にもちろん問題ありますが、そういう私にですね遠慮させてしまったところに、私の方のまの責任があると。 ま、そういうことで今日出てきているということです。委員長はい、時間が参っておりますので、はいはい、時間となりました。はい、あのー、まあ、パーティー券の購入費用であれば、本来本、本当のパーティー券購入費用であれば派閥が記載するのになんでしなかったんだろうというところ。ここはやはり何らかのこう。それぞれとの調整がなければ、このような処理にならなかったのかな？というところだけ疑問を申し上げ終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 次に。井上聡さん。日本共産党の井上聡です。まずあの西田議員のパーティー券販売のノルマについてお聞きいたします。あの先ほど来の質問で。事務的には事務所に連絡があったようだが、自分は知らないということを言われておりました。しかし、まあ、先ほど来のあの答えの中でですね。 当初はあのノルマが少なかったけど、増えたとか、こういうことも言われておりますし、達成できたということを言われてます、つまり、ノルマの推移、上がっていったという言われてますよね、つまりノリマの推移については、秘書の方から報告を受けてるんだと思いますけれども、当初はノルマの金額がいくらで、今はど,どこまで上がっているのか、お示しいただきたいと思います西田昌司君。 えっとですね、これも秘書に聞きましたら、平成30年は190万円で、令和元年はなしと、それから令和2年は100万、令和3年は100万、令和4年は100万、で令和5年が190万ということであります井上聡君えっと。190万から100万に下がっているというのは、まあ、コロナを配慮してということなんでしょうか西田昌司君、はい。そのように聞いております。 井上聡君あの市報告書の訂正になさってのコメントでも、先ほど来の弁明でもです、ねえー、この秘書が独自の判断で行ったことだが、まあ、監督不行き動機だったことを痛感し、まあ、道義的責任を強く感じているとこう述べられております、そしてあのキックバックが自分のところにあったこと、それが不機材だということを知ったのは、えー、昨年の末来の報道だと言われておりますが、 まあそもそも、この清和会安倍派の中で、キックバックがあっという制度があることを知ったのがいつだったのか、ちょっと改めて確認をいたします西田昌司君。それも何度も言ってますけれども、その報道で知ったということです。井上聡君。そうしますとね、これも先ほどから出てるんですが、あの衆議院の政倫審で西村氏は、22年の4月に幹部で集まって、この幹部を中止することを決めて、 幹部でで手分けしししてて所属の議員に電話したって証言してるんですねで午前中の,あの世耕さんの発言の中でも、参議院議員にしてはついては、自分が電話したと言ってるわけですね、これ、食い違うわけですよ、あの議員には、参議院の場合は世耕さんが電話してると言ってますが、あの西田さん、なんで聞いてないんですか。西田昌司君はい あのそれも先ほどの言ってますけれども、少なくとも私はそういう記憶をしておりません井上智君あの。どちらか違うことを言ってるわけですよ。でこれ、自、まあ、民党の調査の中でも、ですねこのノバル分を還付をやめるというのは、大問題だと思うんですよね。そういう連絡が当然、参議院議員にあればですね。 当然、話題になると思うんですけれども、先ほどそういうことも聞かれてなかったとおられるのは、なかなかにわかに納得しがたいんですけれども、いかがでしょうか西田昌司君あの。にわかに納得しがたいというのは、その通りだと思いますよ。というのは、私自身がそうだったんですから、こんなことをしていたのというので、びっくりしたのは私自身です井上聡君。いや、していたことじゃなくて、それを中止をすると。 いう連絡があったということがですね周りの方にあればですね当然話題になるのそれはなかったのでふかっと聞いてるんです西田昌司君はい全く私はありませんでした井上聡君なかなかあの多分ご覧の皆さんも納得しがたいことだと思うんですねでその後ですねえキックバックが結局はあの8月の会合などを受けて、えー、継続になったと行われたということでありますがこれも 当然、連絡があったと思うんですが、えー、これは事務所あ、先ほどは西田さんになかったという話でした、事務所にあったことは確認されましたか西田昌司君。あのですから、さっき言ってますように、事務方にはね、そういうことはあったと思いますよ。ただ、私自身にはその事実が知らされてなかった、これはもう事実ですから、仕方ないことです。井上聡君あの選挙の年の年キックバッククバはですねいつから 何ののたためめに始められたのかこれも参議院議員にとっては大変大きな問題だと思うんですけれども、誰から、誰がいつ連絡を受けて、いつから始まったのか、これ、いかがでしょうか西田昌司君。それにつきましても、私自身は全く関与、勘違い、も関与も連絡も受けておりません、私自身には。ただ、事務的な処理としてね、事務方にあったんだろうとは思いますが、私自身は全く知りませんでした。 井上しかし選挙費用に関わることで、これだけ大きなことがあってです、ね、候補者たる本人が知らないというのは、なかなかこれも納得いかない話なんですね。であの自民党の調査報告書では、派閥事務所から秘書に電話連絡が入って、キックバックをまあ現金で渡されたというふうに言われております。であの先ほどらいつから始まったのかということで、明確なお答えがないんですが。 舟山先生が配られた資料で言いますと、令和5年までの還付金411万と明確になってるんですよね、つまり、いつから何万円ずつあったとっいうことが分からなければ、この合計出てこないと思うんですけれども、いつからこのキックバックを事務所では受けるようになったんですか。西田昌司君、はい、それも何度も言ってますけれども、明確にいつからという、ね、あの記憶と記録があの担当者にもないわけです。 でそのしかし、その金額があったんだろうと思いますが、その分は先ほどから申しますように、翌年度以降に戻していくと、そして結果的にです、ね、今、残高としては全額返して0になっていると、じゃあ、その前にノルマをやったのは、えー、当てたのはなんぼかと、それは記録があるわけですね、あの担当者側の、そしてそのことと、派閥に払っている、えー、この収入金額、それはあの派閥側が。 抜いていてててた分も含めでですすねね、まあ、持ってるはずなんです、ね、それを検査が多分調べてこちらの証言と向こうの帳簿と付き合わせてじゃあそういう処理を、えー、やりなさいということで最終的にはこの坂登のって修正できるのが、まあ、3年で終わってしまいますが、まあ、5年間ぐらいまではなんとか出てきてそこから先のはですね修正しようがないのできないんですが事実としてその逆算していくと これだけの,あのいわゆる残高が、えー、当初、出していたりも多いというのは、逆算で出るわけですね。だからそういう形のこちらの知りうる限りの、えー、事実関係を調べて訂正の、えー、訂正の報告書を出したと、ここうういうことです井上聡君あの、まあ。訂正云々をお聞きしてるんじゃないんですけど、あの令和5年度までに411万円という明確な金額が出ている以上ですね。 えー、いつからいくら始まったかっていうのがね、当然、私は明らかになるからこそ、この核が出てくると思うんですけれども、もう一度いかがでしょうか西田昌司君。ですから、私もそのことが一番疑問ですから、担当者にも正しましたけれども、担当者自身も明確にいつからかということについては、断定できない、答えられないということでした井上聡君。 明確でないと繰り返されるんですけど、まあ、そこでありましたように、派閥事務所に行って、現金でキックバックを受け取ってるわけですよね。でこれ、年によりますと、数十万、多い年で100万円以上の金現金をもらった秘書がですね、それをね、全く議員にも相談しない、事実も報告しない、で自分で悶々と思い悩む、これ、ちょっとね、考えられないんですよ。しかも先ほどのののあれで言いますとこの収支報告書の この未記載、記載しないというのは、これは違法性を認識をしていたということもありましたよね、つまり法律違反のことをやることを強いられながら、それを議員に報告もしない、相談もしないと、ちょっとありえないと思うんですけれども、いかがでしょうか西田昌司君あの。何度も言っておりますけれども、それ、私が申し上げたことが事実です、そしてなぜ、師匠がそういうことをしなかったのかというと、まさに。 今おっしゃったようにね、これは違法であるという認識があったから、そのことで私に巻き込ま,巻き込まさせることはならないと、そういう判断をしたんだと思います、しかしそれがかえってです、ね、こういう事態になってるんで、その時にですに、ね、私にそういう報告と相談があれば、違う方向に行っただろうと述べているわけです。井上聡君違法だからこそ、私はすぐに報告すべきだと思いますが。 これも納得できませんあの先ほどからありますように、3月8日のホームページのビデオレターで、初、えー、めから収支を勝手に抜いて報告することは絶対にやってはいけない、脱法行為だそれを派閥の幹部だった皆さんは知っていたわけですねと、安倍総理がこんなものを直ちにやめるということをやった後も続けていることをやっていたと、これ、知ってるということは、それはその時点で完全にアウトだと、まあ、こうとも述べられております。 あのこの間、衆議院の政林審でも、今日の午前中でも、いわゆる政和会の幹部の皆さんは、もう関与してない、まあ、知らないと、まあ、このオンパレード繰り返しなんですね、そういうことはありえないというのが、西田さんの見解でしょうか西田昌司君、はい。これも何度も言ってますがね、あの事実関係を知ってる人が必ずいるはずなんですよ、ね、ただそれがどお互い知らないという話になってるんです。 で,ですから私が申し上げているのは、知らないということがたとえ事実であったとしてです、ね、それならなぜやったのかということを、当然、派閥の幹部として、もう一度事後的にでもです、ね、調べて報告するのが責務じゃないかと、このことを申し上げているんですよ、そして、このことを、このことが政治問題で一番の責任なんですよ、で私の話は、先ほど言いましたようにね、そういうことで知らさない間に巻き込まれてしまっていると、その人間と、 指導的立場であった人間とはですね責任の大きさが全く違うと、このことだけは皆さん方に申し上げておきたいと思います井上聡君。まあですから、我々はですねキーマンである森元総理、これから事情を聞くべきだと言いましたけれども、総理は聞くこともしないんですよ、ですからね、今のお話はまさに自民党がこの問題の事実解明の責任を果たそうとしてないということの詳細だと思います。で最後にですねあの 最初の質問で、いわゆる京都新聞の記事のことについてありました。で、えー、西田さんの政治団体からですね、講演会にお金が付け替えられて、その講演会の収支がですね、まあ、5万円以上しか公開にならないことで、非常に不透明だということが報道されたとで、京都民法の名前も出されましたので、あえて質問いたしますが、問題はですね、あの 西田議員の国会議員,国会議員関係政治団体2つ、ここから講演会にお金が付け替えられて、その結果、えーえー、公開基準が上がりますから、不透明になっているという問題なんですね。でこれはね、あの全体の10%程度だと言われましたけれども、そういう問題じゃないんですよ。元々は1万円以上公開しななくいいけけお金を講演会に付けたか 結果ですね、5万円以上しか公開しなくていいようになったと、1万円、5万円以下の収支しかあのないんだと言われましたけど、それも分かんないんですよ、その結果、極めて不透明になっていると、これはやっぱり正式規制法の精神に反するんじゃないでしょうか西田昌司君、はい、かかいあのそこが全くあの誤解されてたと思うんですけどね。 もともと5万円以下であったものが、国会議員団体は1万円とか1円以上とかいう基準に厳しくなったわけで、それからわざわざ5万円以下のところになるようにお金を配っていたという事実はありません。もともと初めからそういう基準で国会議員ではありませんでしたからね、私は、そういう基準でやっていたと。そして大事な問題はですね、なんでその後援会が国会議員団体になってないのかというとですよ。 国会議員団体というのは、要するに国会議員が代表者、もしくは寄付金控除を受ける団体なんですよ。で、私のこのいわゆる西田後援会というのは、寄付金控除を受ける、税制上の特典を受けてない、一般の団体ですから、そういう基準になってないわけです。で、それだけの話であります。で、そこをしっかりね、あの理解していただかないと、ためにするような報道と、ために過ぎるような論調でですね、まるで付け替えをしたいようなことをされると、はな私は迷惑だと思っています。 終わりますがあの事実として付け替えを行われて不透明になっているとこれは明確な事実であります終わりますはい時間が来ておりますのでもうまとめてくださいはいちょっと手をまだ上げて西田さんもう時間が来ておりますから締めたいと思いますはい暫時休憩いたします